マネージャーさんからのタレコミです。え、怖っ。本当に本当のやつだ。台本にないやつじゃないですか。びっくりした。活動者としてのバーチャルライバーグループ二次三次所属のリュウシェンさんが登場です。今日はゲストにこちらの方をお招きしております。タレントやってます、山内すずと申します。よろしくお願いします。ダムチャンネルをご覧の皆さん、リュウシェンです。ダムチャンネル初登場ということで、改めて自己紹介お願いします。新緑の緑にベガルタ仙台の仙と書いてリュウシェンです。ベガルタ仙台っていうのは推しのサッカーチームなんですね。もうデビューしてから5年間ずっと言い続けております。自己紹介に勝手に。でもこれ勝手になんでいつ怒られてもおかしくないなって思いながらずっと言ってました。きっと喜ばれますよ。だといいな。怒ってないといいな5年言ってて怒られてないってことは大丈夫ですよ。そうですよね、うん、アーティスト活動をする上で、うん、座右の銘とかってありますか。長生きをするです。お、長生きをする座右の銘ではなかなか聞かないですね。長生きをする、この長生きはあの、はい、命の話でもあるんですけど、はい、なんていうんですか、活動者としての寿命でもあるんですよ。なるほど。ちなみに何歳ぐらいまで行きたいですか。あ、難しい。40後半おー40後半も何かしらに出ていたい。いや、よく考えますよ私も結婚して子供生まれたりしたらどうなるのかなとか。そうそう、なんか料理とかやるようになるのかなとかね料理本とか出すんかなとかね方向性を考えたり。そうね、ママタルになっていくのかなとかね。そうそう、活動者としてお互い頑張っていきましょう頑張りましょうさあ、ここで実はスタッフさんからあるタレコミ情報を伺っております。なんだろう。いや、いいですね。悪口。違うさあ、ネガティブだから。マネージャーさんからのタレコミです、はい、食べるのが好き、世界中で行きたいお店をマッピングしてる。え、怖っ。本当に本当のやつだ。台本にないやつじゃないですかびっくりした。世界中ってすごいですね。なんかまあ SNS だったりとかで、あの、見かけて行きたいなだったりとか、友達に紹介されて、うん、ここ美味しいから行ってみなよみたいなお店は基本的にもうすべて、あ、分かったって言ってピンを止めるんですね。で、行ったお店からどんどん行ったっていうピンに変えていくんです。あ、楽しい。突然なんか全然普段降りたことないような駅に降ろされても、あ、いいお店知ってるよって言える大人になりたくて、今はもうめちゃくちゃピン貯めてますね。うわ、超いい、はい、私もピン結構止めるタイプなんですけど、止めるはいいけど超ガサツやから全部なんか食べ物とか施設とかお店とかも全部行ってみたいなところに指してるから、いざ探そうとなったらどこか分かんないんですよね。なるほど、そっか、行ったに変えていけばいいのか。そうです、そうです。勉強になりました。便利ですよ。ありがとうございます。続いてはこちらのコーナー、 MC 交代ライブ配信体験。イエーイ、やばーいさあ、ここからはリュウシェンさんメインで話していただいて、あのライブ配信がどんなものかをこう肌で感じさせてもらいたいという私のお願い企画です。任せてください。それではリュウシェンさんの配信スタート。はい、というわけで今日はゲストにこちらの方をお招きしております。自己紹介お願いします。はい、タレントやってます、山内すずと申します。よろしくお願いします。顔が小さ、そんなことないです。え、でもこれ本当にあの一発目あの裏でって言うとあれなんですけど、お会いした時に言っちゃって顔ちっちゃってそう、もう声がずっと小さい声で顔ちっちゃ、顔ちっちゃってずっと言ってくれるからそんな、なんか、そんな感じでした自分結構声張ってたつもりなんですけれど嬉しかったです。すごい、あのプロフィールを見た時に、はい、あのびっくりしたのが、なんかいろんなジャンルの音楽聞かれるんですね。いろいろ聞きます。音楽は大好きですね。僕も結構聞くんですけど、はい、これ悩みいいですか。悩み相談、突然、突然の悩み相談。何ですか。あの、友達と初めてカラオケに行った時めっちゃ困りませんか。困る、超困る。なんかいっぱい音楽聴いてて、うん、なんか、まあ、普段聴く音楽と、まあ、カラオケで歌う音楽もまた違うと思うんですけど。違う、私本当最近の一番の悩みかもしれなくて、それ一緒だ一緒。例えばなんかもう、うん、急に大人の方とかに最近流行りの曲歌ってよとかって言われても、大喜利大喜利。でも最近流行ってる曲の中でも、でも大人の方が知ってる曲じゃないと盛り上がらんし、しっとりした曲よりも多分がっつり楽しい曲の方がいいんやろうし、そう、でも
上手に歌える自分の歌なんてないしみたいな。そうそうなの、ね、だからもう、うん、みんなが知ってる、うん、AKB さんとかあそういう可愛い曲を歌うのが一番なんかなっていう結論にちょっと今たどり着いてます。あ大人だ。リュウシェンさん何歌います？リュウシェンさんはあの気づいちゃったんですけど、お何ですか？あのディズニーがいい。はめちゃ盛り上がる。その手があったか確かに確かにあそういい。ちょっとずつねなんかあの切り開くにはディズニーみんな好きかもっていうので、確かにこれは発見ですね。みんな知ってるし。でも確かに AKB いいなって思いました。あもうやばい、まだまだ話したいことたくさんあるんですけど、終わりの空気感じる。うわやばい、ちょっと配信終了のお時間がちょっともう迫ってるようですごく短い配信もっと喋りたいでここからでしたもんね。ね、ここから2時間ぐらいしたいですね。余裕でいけますゲストの最新情報をお届けするミュージックニュース。10月4日水曜日にメジャーファーストミニアルバムパラグラムが発売されます。アルバム収録曲は4月16日リュウシェンの誕生日に発表された JFN 系列全国34局ネット OD コネクト火曜日テーマソングジョークスをはじめ、2023年ベガルタ仙台応援ソングに起用された We Are You を収録。さらに4人組ロックバンドポルカドットスティングレイとのコラボレーション曲リュウシェン&ポルカドットスティングレイ天柱、廃墟系ポップユニットカドデとのコラボレーション曲リュウシェン&カドデジガトラや灰色の乙女エンディング主題歌に決定したヒロインも収録されております。他にも様々な情報解禁されておりますので、ぜひ X でチェックしてみてください。リュウシェンさんの今歌いたい曲は？今歌いたい曲は河合園子さんの青いスタシオンです。僕はいろんなジャンルの音楽が好きなんですけれども、その中でも歌謡曲、もっともっとその中でも言うんだったら特にアイドルソングはですね、声の伸びやかさだったりとか、あとはそのアイドルさんのそもそもの声質の良さを生かした楽曲が多くて、僕リュウシェンはすごく大好きです。ラブチャンネルミラーボールが。カラオケダムでは一人カラオケの思い出を披露豪華アーティストがゲストに登場。グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。